回復して4次限界。リターンで出したら第24回シャア専用3倍速マインクラフト。前回はウォーデンを撃破した。そして今回ついにリターを討伐する。ついに最後の敵ってことで、まずは防具作ります。そういや地味に結構ロストしてた。意識制作、経験値を貯めて取った鉱石も焼いて、ダメージ軽減4軽減3軽減4、これでロスト分は補充。第2ザー相当増やしてダメ増油にも完備。停止書無限の本くれ。もうお金持ってないです。気持ちいいな。なら鉄を売ってやる。もったいなくね。なんでこんだけ持ってるんだ。わおたくさん。さらに石炭も売っちゃう。石炭はそんなに持ってないじゃん。どうせリター倒せば終了なんだ。鉱石に行こう。無限の先へ課題をすべて売っ払って、なんなら本も売っちゃって、なんとか年式購入資金。どんどん物資が乏しくなってく。無限級それも2本だいぶ装備充実視点じゃない。あとはシューカーごとなくさなきゃ完璧。さすがにそんなことしないって。でもお前2回やらかしてるしな。3度目の正直。2度あることは3度ある。装備の準備はおおよそよし。ってことで次は決戦場の準備をする。また決戦場作るの。今回ウィザーと戦うのはエンド。普通に地下でよくね。なんせエンドストーンは丈夫。爆破されても壊れない。でもエンダーマンとか邪魔だしな。ざっとポータルまで行って迷ってね。そんなことないよ。再到着。リス設定よし。最低限の荷物でゴー。それではここより旅行穴を広げる。ウィザーに好き勝手飛ばれたらかなわん。寄って地下通路で倒すのが基本。もしくは岩盤ではめる。動画的にそれはちょっと。射線を切りつつ取って掘って掘りまくり。決戦場完成。ウィザーどこにさー。ただの広い空間じゃねえか。今からでも遅くない。ウィザーにしとけ。大丈夫だって。前ウィザー倒した時もこれでいけたし。露骨なダイマー。何はともあれこれでよし。あとはウィザーを呼び出すだけ。嫌な予感がめっちゃする。ついでに地上から直通の道作ろうぜ。お前毎回迷うもんな。毎回じゃない。3回に2回迷いすぎだろ。座標チェックよし。あとは上から同じ座標を探して。ここの奥らへん。めんどくさいし、やっぱいいや。何の時間だったの。剣も焼いといて。ウィザスケの頭。ソウルソイルも持って。ソウルさんとでもか。サトウキビファイナルピーポー。最後のピーポー。お金もらって食料プリーズ。金リンゴもちょっと増やして。行くぜ決戦場。何回色々大丈夫かな。本日2度目の要塞。本日2度目のポータル。エリトラとかは閉まって。全身ダメージ軽減よし。最強弓よし。剣は取りまダメ増読んで。アンデッド特攻でよくね。最小限の荷物でゴー。人参とかもっと持った方がよくね。リスクヘッジ。周りにはガチ装備持っとるやん。シャーメン聖剣持ち出すか。食料持ち出して。持った。よし。今度こそエンドに出発。それではソウルソイルを置こうぞ。定時にソイルを設置して、一旦配置調整タイム。かなり大事。それでは頭を設置。奥に置いちゃった。何やってんの。オラ破壊。頭を置きまして、さあついに始まる最終決戦。泣いても笑ってもこれが最後。覚悟はいいか。これはできてる。ウィザー召喚。最初は無敵。離れて様子を見るぜ。戦いが始まるぞ。よっしゃこいや。爆発やったんぞこらー。まずは2に耐えた。いやお前より過ぎだろー。弾幕の雨あられ。弾幕の振り返りしない。全身ダメ強いのダイヤだぞ。だが金リンゴでなんとかゴリ押しをする。オラ全然攻撃当たんねえ。どうかよし。なぜ食料値下がってる。人参食べる。今より雨よ。からの金リンゴ君じゃねえよ。間に合えんだ。もう一回だ。少しなんで拠点にいるんだ。お前要塞でリス更新した。忘れてた。確認だろ。さっさと要塞に向かおう。エリトラ泣くね。確かお前さ、エリトラ要塞に置いてなかった。船で行くぞ。お腹が過ぎる。幸い要塞はそう遠くない。ちょっと移動すやすぐに着く。到着からのポータル。リス更新。更新よし。一旦これで物資を回収する。寄せ集めの鉄装備ないよ。かましだろ。到着エンド。さっさとアイテムを回収。全部消えてる。ない。一個もない。ドロップしか持ってねえ。リザーに殺されたら全ロス。その覚悟が必要。なんだそれ。そのためのサブ防具まだ3回失える。その間に削り切ればこっちの勝ち。ギリギリ勝って。全然減ってなくね。てか回復してね。リザーは自動回復持ち。そして当然回復速度も3倍。バカのヒーリングだと。もう一発からの回復。攻撃の頻度が少ないとすぐ体力回復。なんだそれ。ならば攻撃。ひたすら攻撃。アンデッド特攻に射撃ダメージ。こちらの火力は十分高い。このまま君体力やばーい。絶対体力回復。敵も体力回復進む。私が死ぬよ。かましじゃ。一旦切る。ほらもう体力どんどん増えてる。回復速度すっぽ。よしウィザー状態も治った。体力も全開。ウィザーも全開。いたちごっこやん。ならばここから徹底的に射撃を当てる。中止を決定し安全に削り切る。ギリギリで撃つ。これでウィザーを削り切る。順調にダメージは入ってる。この調子なら削り切れるのでは。これが続けられればだ。問題はこの通路が無限じゃないこと。ならこの通路がなくなる前に削り切る。死ぬ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 。上がると回復すんだろ。じゃあ死ねってのか。そりゃ無理だ。じゃあ行くぞ。驚くほど当たってない。むしろどんどん回復してる。クソが。ならば近づく。近づく。撃て。ジャニマに撃て。この距離なら剣のが強いだろ。いやー、ダメだ。消費を変えている。絶対まずいどんどん上に来ている。ジャンピングショット。今からでも遅くない。ウィザーの懐に潜り込め。じゃないと最悪の事態になるぞ。そりゃ死ぬだけだろ。このまま撃ち続けて貫通してやらーよ。一旦回復して。よし限界。ウィザー逃げ出した。ダイヤマー。ウィザー消えたんだけど。ウィザーはエンダーマンと敵対する。そしてウィザーはモブを殺すと回復するので、どんどん体力が回復する。ダイヤマー。だから一旦脱路を作れと。こんなことになるとは思わんかった。こっからどうする。一旦外に出るしかない。ウィザーって言う。なぜこの場所ならワンチャン。ウィザーこっち来たー。だし、なんとかここに封印できれば、最悪の事態は免れる。オラオラこっち来や。この調子でダメ。なんかしたー。エンダーマンと敵対した音。なんでや。ウィザーの方行けや。ウィザーの方行った。やったぜ。よっしゃ体力全開。こっち来いよ、ウィザー。ウィザー逃げ出したー。ウィザーめっちゃ暴れてる。バックだけが見える。これウィザーどこにいる。ここにいる。水が何人だろう。完全に保護色。こっち来たぜ。じゃあ私を狙え。そのままどっか行ったぞ。ふざけんなー。エイトが周りのエンダーに向いてる。これじゃうまく攻撃できない。ならば中に避難して、またウィザーが来るのを待つ。全然来ないな。ウィザーどこやねん。かなり遠く行ってる。待てウィザー。移動速度が速すぎる。到底追いつけるスピードじゃない。だがこちらを狙ってくれれば相手は動きを止める。オラダメだ。体力減ってない。なんでや。連射でダメージが出ない。のっちさで回復だ。その間にウィザー遠く行っちゃった。これはかなり厳しいぞ。エンダーパール落ちてるし。ウィザーにやられたやつ使えるかも。だし持っておこう。よし行くぞ。なんか震えてね。絶対
ねえ。いつ目があった。インベントに閉じた瞬間、直火花やらせに来てんだろう。当たり屋だ。お前らに構ってる時間はねえ。復職中はアップしやがる。音が使える。ミターってみるね。今じゃない。リンゴは以外今じゃない。不安での突き下にミター。爆睡できました。まずい人参が尽きた。10個ちょいじゃ足りんかった。ミターどこ行った。他はかなり近い。真上だ。暗い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 。だから連勝は無理だって。この日地獄だ。今死んだ後に撃たれてたな。アイテム消えた。いや大丈夫だ。アイテムは無事。足は消えた。ほんまや。ボールが一つないぐらいで。副将目標を待ちだ。体温調節してる。絶対安堵回復。ボールが一つないだけで低い。時にダメージ軽減じゃないのか。これじゃ人一回前線に戻る。めっちゃ狙われてるじゃん。前線は狙うかな。まずい体力が間に合える。死んだ。間に合わなかった。アイテムだけ回収せにゃ。防御した方がいいだろ。次帰るから大丈夫だって。急いで回収じゃ。リザーの攻撃。痛いわ。死んだ。ワンモア。学べや。下手すりゃこれでアイテム消えんと。回収するから大丈夫。うまい勝っただけだろ。回収完了。からの逃走。一旦中だ。防具の耐久がかなりヤバい。激ラス耐久力つけりゃよかった。防具交換。さらに秘策。連続ストーンでアンチを作りつつ戦う。それでうまくいくか。鳥も入り口を少し安全に。本当に少し。リザーが近づいてきた。ここで天井を設置。これで弾を避けつつ攻撃するのだ。リザー離れていきました。あれ。ならばまた移動するだけ。天井設置。いつでも来いや。リザー撃たれた。だがリザー状態全然防げてねえじゃねえか。一旦回復。ダメだ。当然リザーを削れそうにない。体力全開一で撃たれた。もし屋で待ちされてる。じわりじわりと範囲拡大からの外出て速攻上を向く。でもしやさらに狩るのだ。オラ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 。絶対だ。ダメージなし。師匠ねえ。こちらのリソースだけだけ天井壊れた。まずいまずいまずい。天井作戦失敗か。これたやすくリザーに壊される。ならば物量シンプルに天井を増やす。少し壊されてももう満体。その頃にはリザーは遠くへ。こっち来て。そう一旦帰る。人参補充。生命線だ。再び天井設営。来いよリザー。武器なんて捨ててかかってこい。アンチにいながらなんか言ってる。よっしゃ攻撃こっちに向いた。つまり近づいてくる。遠くに行ってます。なんで。待てよリザーこっち来いって。エンダーマンに夢中。かやの外だ。急旋回からのこっち。よっしゃ忘れた。あとは気合で天井の場所へ。人参ごとゴリ寄って。真下にたどり着いた。リザーの音はまだ使い。準備完了。これで敵の攻撃は届かない。で問題はこちらの攻撃も届かないこと。ダメじゃねえか。どうしんだ。どうしようね。無対策。障害物設置。これを盾にされた。跳ね上がった。絶対これ攻撃できんぞ。天井ギリギリから撃つ。まともなダメージ入った。それもすぐ回復するけど。やっぱこれヒントだろう。リザーの自然回復は毎秒1。最大速なんで毎秒3回復。さらにモブ倒して体力吸収。射精使って地道に削るとかは無理。顔出して攻撃。だから正面から殴り合う以外に道はない。ただそれだとすぐに死ぬ。これは手詰まりでは。いやまだだ。まだやれることはある。本当。とにかく天井を伸ばす。伸ばしたところで黒曜石も使ってやら大盤振る舞いだ。さらに他の場所にも射兵を増やす。まあ安全には繋がるが、だがいくら射兵物を増やしてもリザーが来なきゃ意味はなし。これが最大の問題か。よっしゃこっち来た。現在一軍のチャンス。天井におびき寄せて。こっからどうする。どうしよう。完全に頭上にいるしな。移動して横から真上に降りやんで。リザーの方が移動早いし、なんとか尻からリザーの方が早い。一旦撤退。だが状況は変わらない。作戦変更。地下道を作り出す。これで安全に移動できる。上に残壕を作り出した。てかかなり音使いな。上空リザーが飛び回ってる。大暴れしてやがる。うまいこと下から撃てないものか。さすがに離れてね。てかもう移動してるし。じゃあねえ、また移動。ダメージ。さらにリンガーが撤退してる。いつ狙った。知らん。一旦禁煙時勝手に死んだ。何だったの。移動。再びの残壕作戦。もはや戦争。切なる恋。それは罪。天井ある場所への通路ができた。安全に移動できる場所が増えた。とはいえ相当短い距離だぞ。よし、やがったぜ。やばくなったら中身避難。そして移動し横から撃つ。これなら確実に当たりないだと。上だ。バカな。何度も言うがお前よりウザーのが早い。横から撃つのは無理。ならば次なる作戦を。作戦でどうにかなる問題か。策を作成。これで天井を作れば隙間から撃ちまくりってわけ。これはうまくいくのか。やっぱもう一段上げよ。なんやねん。スーパー設置タイム。ビビリチ泣かしてる。さらに広げて。できたてをエハース。さてこれに意味はあるのか。隙間から矢は撃てる。あとはリザーをこっちに呼べ。めっちゃった。怖い怖い怖い。ずっと怒られてる。余計な場所にみんな。普通に目向けただけだわ。まあ位置があるから楽勝だけどね。終わり。やっとこっち来やがった。見せてもらおうか。策の性能とやらを。リザーの攻撃は届いてないで。そしてこちらの攻撃は通る。作戦大成功。珍しくうまくいってる。このまま削りつけやんよ。暗い暗い。何のダメージ。たまに攻撃通り抜けてる。それはどうしようもね。で回復してたら離れてる。リザーいた。実務上はリザーのヘイトも買うしよう。セカンドチャンス。こっちにもダメージあり。これコントやが。高さ下げれば当たりにくくなったり。んなことしてたらリザー消えた。すぐ目移りしやがって。で天井壊れてる。リザーは周囲のブロックを破壊する。これが実に厄介。ちょっと策増やすわ。ほら、おいて。これでよし、ごくっこいリザーだ。振り出し大成功。回復して、反撃開始。もういないです。なんで、いいぞそのままこっち来い。目を通ってどっか行く。なんで、今度こそ振り出し成功。真上にリザーは待機。完璧な状況。しかし攻撃一発も当たらず。なんでや、そんなこんなでどこか遠くへ。なんで、もっと先広げて邪魔する。エンダーマンは皆殺しにし、防具壊れた。エンダーマンにすら勝てない。まずい耐久がもうない。ほぼ壊れてる。防具残り2セット。足ないから 1.75 セットだぞ。少ない。再びのチャンス。めっちゃ打ち。絶望的なエイムのなさ。さらに壊された。むしろ射線が通った。だがリザーすぐに移動。ダメだこや。人参を切ってる間に全回復。ダメージで完全敗北。つまりは攻撃。自分の体力は捨てて攻撃。道を切らせて骨を断つのだ。いい調子だ。当たらなくなった。その間にみみる回復。だから回復早すぎ。見えた。決まると、このまま閉じた。自分の体力は見えなかった模様。だが今のはかなり良かった。体力再起。相手も消えてる。怒涛の全ロス。もう装備ないよ。ゴールどうする。最終防具総力戦だ。次なる作戦。天井の穴を広げて中にリザーを呼び込む。前ダメだったじゃん。もうこれしかあるねえよ。さらに通路も作っとく。最初にこれを作っていればさすが掘りまくり。これでよし。あとはリザーを呼び込めばこっち来たぜ。中に入れ。来ないな。上にはいる。あとは待ってれば。やっぱ来ないな。なんでぐるぐる回ってんだ。そのまま逃走。ふざけんな。なんかエンダーマン増えてきた。ところ狭しと大量に。てかリザー今どこにいる。まったく音聞こえてますんな。エンダーどんどん増えます。エンダーマン出口追加。天井破壊。これでリザーも入れるはず。痛い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 。どんだけ手伝いしたんじゃ。答えぐらい多すぎるわ。なんで剣使わないん
だ。持ってなかったし、なんで使わないかなって。余裕の全回収、現状破壊完了。ただしウィザーがこっち来ない。ならば次の作戦、天空から撃ち落とす作戦。お前のエイムじゃ絶対無理。できらー、とや、うや、どや、でや、どっこいしょ、とや、でや、温度や、え、ファイヤー、ブレインダムド、よっこい、小一、全然当たらないんだけど、これはひどい。だがウィザーが近づいてきた。今こそ封印をするとき、カモンウィザーこっち来い。遠くでインダーとイチャついてます。この泥棒猫が、タッタッタッタ、こっち来た。このままスルー、ふざけんなー。インダーは来たよ。来るな、帰れ、地に帰った。なんだったの。ならば次なる作戦、トンネル掘って、電柱ある場所まで繋げる。これで誘導がしやすくなるはず。あくまではず。てかウィザーどこ行った。姿が全く見えなくなった。空から沿道見てみよう。ウェアイズウィザー、下に来てます。タイミング悪い。だがここは勇気の放置。そして天空回廊を作り、上空からのスナイプをやりやすくする。まだそれ諦めてなかったの。行くでウィザー、上高層からの攻撃を食らえ。驚くほど当たってない。攻撃当たれよー。海打ちきた。これは負ける。一発たりとも当たらねえ。そりゃ当たらんよ。この作戦ダメか。分かりきったことだったろ。めっちゃ水入ってるし、完全に水没してる。おら、水工事。そんなところに今じゃねえよー。おら、こっち来いやー。来る気配なし。そうだ、やはり天井。天井は全てを解決する。ウィザー接近。今度こそやってやら。いい感じに隙間に来た。射線通ってる。一部加えて、このままガンガン。体力やばくね。死んじゃ死んだー。気づくの。そう。アイテムアイテムアイテム。アイプされたー。なんとさらに天井。ギリギリ回収。死んだと思ったー。一旦地下に入って形勢を立てます。死んだー。油断大敵。しっかり回収。頭なくね。壊れた。もう正面から戦えねー。じゃあどうするよ。どうしよう。デカ装備整えてもウィザー逃げるしな。エンダーマンが邪魔すぎる。ならば、水で運動埋め尽くせばいい。途方もなさすぎだろ。埋めるで運動。バケツ1個でやるのは無理だろ。移動もしづらそうだし。なんとかなる。撃たれた。痛い痛い痛い。早いてんよ。頭壊れてんだ。頭壊れてるとか悪口か。急速回復金リンゴ。下に避難。めっちゃ水入ってる。生き延びはした。ただ食料がもうない。テストにもない。そして装備はダイヤ意識のみ。耐久がほぼゼロのやつもある。どうしようこれ。はい、そう、辛い。首を洗って待ってろ。いざ負け犬のと覚え。待って、装備少なすぎ。この全ロスみたいなもん。エンダーチェストの中身も貧弱。チェストにもまともな物資は少なく、金リンゴも残り6個ということで完全敗北です。そうだー。ちゃんと準備して戦ってればな。ということで今回はここまで。やっぱつれーわ。ってことで次回より対ウィザー編、もうちょっとだけ続くんじゃ。まさかこんなことになるとは。それでは皆さん、さようなら。じゃあの